はいどうも哲学棟です。今回もヴァンパイアサバイバーズやっていきたいと思います。今回からちょっとこのねアルカナを一つずつ、取っていこうかなと思っていて、でまずねクローチでレベル99に達するっていうねアルカナの4、アウェイクを取りに行ってみようかなと思います。そしたらクローチだよね。どうしようかな、増眼の図書館でいいか。ハイパー使わない方がまあ安全に消しそうなんでいいかな。このキャラってに指定があるわけじゃないのね。クローバー取っちゃいましょう。
どうしようかな。入ればいいんだ。
どうしようかな。どうしようかな。
しようかな。しようかな。あとルーントレーサー取ろうかなと思ってるんですけど、やばい、ろうそくないじゃんこれ。やらかしてる。過ぎてる？もしかして。
あれ吹きすぎてるな。4つは進化できた。あとルーントレーサーだけですね。
これで行くしかない。
と生レベルで、まあ、ハイパーでできたらハイパーの方がレベル上げやすいで、
これなんか呪いってついてんだっけ？じゃないよね。ボーナスコイン取って、はい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 、80個の、アイテムを解放したってやつと、なんとか宮手の、アルカナ4取れましたね。はい、そしたら、また次回、続きやっていきたいと思います。でよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。